皆さんこんにちは。阿修羅の如くで活躍した女優である風吹淳さん。今回は風吹淳がホテルである人物に監禁された原因と防弾との深いつながりについて紹介します。まずは風吹淳の経歴とプロフィールから紹介します。風吹淳は日本のアイドル、歌手、女優、高校教員の父と母の間に生まれるが、11歳小学校5年時に父が愛人を作り、両親が離婚。ここから人生が暗く傾斜していく。中学校2年で母親の育児放棄に伴い、中学3年の時、母方の親戚を頼り、母兄と3人で京都に移り住む。暮らしは非常に貧しく、京都で住んでいた家は窓の裏が崖であった。内職やアルバイトをする日々だったという。高校進学は母に拒否され、家で以降3年間自活し、京都で様々な仕事に就く。18歳で上京し、飲食店などに勤務。1970年の秋から1年間、銀座の高級クラブ特大寺でホステスとなり、源氏なれおとして働いていた時、客にスカウトされる。1973年に初代ユニチカマスコットガールに選ばれ、デイビッド・ハミルトン撮影によるポスター写真でマスメディアに浮上。1974年に愛が始まる時で歌手デビューすると人気が爆発。キャッチフレーズは噂の純星の国からやってきた順で、この歌手デビュー時はギリギリ21歳だったが、ホステス時代を隠すため19歳として売り出したことが後でスキャンダルの一つとなった。作家の田島治によると、総じて歌唱力は低いとされている。風吹自身、私は歌が一番下手の横綱と述べている。人気は束の間で、1974年から2度にわたる事務所移籍問題をめぐり、防弾が介入して風吹誘拐事件、失踪事件などのスキャンダルとなり、マスメディアが大騒ぎし、二重契約問題で CM を下ろされ、風吹自身も2年の年齢詐欺や先の銀座のホステス経験。デビュー時のプロフィールでは、京都市立日吉が丘高等学校卒としていたことが嘘とバレ、当時ついていた清純派歌手イメージが崩れた。清純派イメージがなくなると以降、ヌードも辞さず、1977年白熱デッドヒートで映画初出演すると、1979年のよみがえる金狼で松田優作と、フルヌードで激しい濡れ場を演じ、ファンやマスメディアを驚かせ、また女優として高い評価を得た。清純派タレントが醜聞をてこに成長した例は、それまでほとんどなかった。スキャンダルを乗り越えた後はぶっちゃけるようになり、17歳で初体験以来、常に恋人はいました。男に尽くして仕事がダメになったことありますなどと話した。彼女は所属事務所を辞めると決めていたが、1975年に寺内貫太郎一家にへの出演が決まった。出演が可能になったことについては、キキキリンの口添えがあったという。以降、樹木が亡くなるまで親交があった。1981年に川添鐘楼と結婚、一男一女を設けるも、1992年に離婚、娘と息子を引き取って育てる。2023年現在、娘孫はアメリカ合衆国在住。歌手デビュー一もし、アイドルとして人気を高めていったが、74年に事務所移籍をめぐるトラブルから、事務所関係者、防弾員、作詞家の中西レイラを巻き込んだ大道に発展。風吹が誘拐、監禁されたと通報までされパトカー1、20台、警官50人がおつしめき、大掛かりなタレント誘拐事件のヒロインとして緊急保護されたという希望の儀となった。その後、風吹側は中西らを監禁、強要、強盗証人罪で訴え、中西側もこちらも社会的信用を傷つけられた以上、弁護士と相談し、名誉毀損と侮辱罪で告訴すると反論した。事件はアイドルとしては致命的なスキャンダルとなったが、これを機に女優としての活動に舵を切り、ドラマ「寺内貫太郎一家パイチトニ」などに出演、評価を高める。そして今でも語り草になっているのか、79年の映画「よみがえる金狼」で主演の松田優作と演じた「ベッドシーチンだ」「古又一度」を披露し、激しい濡れ場を演じきり、話題になるとともに仕事に対する覚悟、度胸を見せつけた。女優としての地位を確立しつつあったが、プライベートでは歳費大きな問題を抱えることになる。
81年に空間音楽プロデュキ1歳1の川添鐘楼と結婚。川添は明治の元勲中黒後藤鐘二郎を曽祖父に持ち、両親は東京中黒飯倉にあった伝説的なイタリアンレストランキャンティーのお市な市という皿プレットだ。84年に長女、86年に長男が誕生し、子煩悩な母親ぶりが報じられるなどしていたが、夫の浮気が発覚。相手は林真理子の小説アッコチアンの時代のモデルにもなった女性で、また地上げの帝王と呼ばれた早坂太吉の元愛人でもあったという人物。吹雪もキャンティーで密会中の二人のもとに押しかけ、吹雪力若い女性を連れて外へ出て行ったんです。何でも彼女吹雪さんの車に押し込められて、車の中で散々言われたそうですよ。どういうつもりなのって、すごく怖かったって言ってましたから、とこちらも騒動に発展。その後女性が川添の子供を妊娠してることが発覚。吹雪は1992年に離婚する。スキャンダルが彼女の追い風となるのか。91年銅の中で出演した竹中直人監督の映画無能の人で、日本アカデミー1賞優秀助演女優賞、プル1リボン賞助演女優賞を受賞するなど演技が高く評価される。さらに99年の映画古希一湯で報知映画賞最優秀主演女優賞を獲得。07年に主演した映画魂燃えも評価され、女優としての地位を揺るぎないものとした。50歳を超えてからも燃える指、年下の男とキルビルな一夜、年下恋人としっとりなど、プライベートとの充実ぶりも報じられる。今では孫もいるおばあちゃんとなった吹雪。これまで苦しい環境やスキャンダルをバネに芸能界をのし上がってきた彼女が、今安定した幸せを手にしたことで演技にさらに深みが増すかもしれない。吹雪の家庭環境は壮絶だった。出身は富山県、兄弟卒の高校教師だった父が愛人を作り、小5で両親は離婚。母親の育児放棄により中2で兄と共に京都の叔父の家に預けられる。極貧の中、縫製工場などでバイトをして自活。高校進学は諦め、スナックで住み込みで働いた。18歳になると上京し、銀座の有名クラブでホステスを始める。客の芸能関係者の勧めで受けた初代ユニチカマスコットガールに選ばれ、運命が急転、芸能事務所に入り、21歳で18歳の青春派アイドル歌手としてデビューさせられた。だが吹雪は当時歌も下手だし、嘘をついているのも嫌だったと半年で辞めますと事務所に通達。すると複数の事務所で争奪戦が勃発。仕事帰りの吹雪を車で誘拐してホテルに監禁する事件まで起こり、経歴詐称もバレた。窮地の中で救いの手も。出演するドラマ寺内貫太郎一家にのスタジオに防弾風の男が乗り込み番組を降りろと凄んだことがあった。すると吹雪をドラマに紹介したキキキリンが体を張って追い出したのです。初めて人の愛情を感じたという吹雪はキリンさんについていこうと本格的に女優に転身。一気に評価を高めたのが1979年の映画よみがえる金狼での松田優作の愛人役の演技だ。フルヌードで激しい濡れ場を演じ、青春派のイメージから脱却。82年に外国人カメラマンが撮影した大胆なヌード写真集も話題となり、スキャンダルをバネに見事によみがえった近年は半分青いなど朝ドラや大河ドラマに多く出る NHK 御用達女優となり、今年も正直不動産など3本に出演。今でも若々しく、強い女性から優しい老女までこなせる貴重な存在です。私生活では81年、音楽プロデューサーで有名レストランキャンティー創業者の息子、川添鐘楼と結婚。数を一女を設けたが、結婚12年目に夫が愛人との間に子供を作って離婚。女手一つで子供を育て上げた。11年頃からは年下の実業家と交際し、今は同棲しているようです。吹雪の時期は去り、古希にして順風満帆である。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。